ギババだ。またファングさんの負けですわよね。これで23連敗。ファング弱すぎ。うるせえ。今まではウソン気だったんだ。本気さえ出せば俺はいつだって勝てる。さあみんな、もう一回勝負だ。もうええ加減疲れたわ。旦那勘弁してえな。何言ってやがる。これからが本番だぜ。早くトランプ配れよ、アポロネス。嫌だ。これほど勝負運のない方は初めてですわ。大体あなたは顔に出すぎなんです。そうなの。知らなかった。まったく、これからのことが心配ですわ。こんなことで戦いに勝てるのでしょうか。関係ねえだろ。大体お前は心がババ色だからババ抜きにも強えんだ。我が輩も心配になってきた。本当に仲間になってよかったのか。先が思いやられる。確かに不安ではある。うっせうっせ、ガタガタ言ってんじゃねえ。俺様を誰だと思ってやがれ。偉大なるファング様だぞ。はっきり言って世界一強い男だ。例えばだ、今ここにドルファの連中がわんさか押し寄せてきても、俺様がまとめて倒してやる。そううまくいくかな。乌鸦嘴。なんや、这声音好耳熟啊。シャルマン。まとめて倒されるのは君たちの方だ。シャルマン様。だが君たちの集めたフューリーを全て渡すというのなら、命だけは助けよう。まるで強盗じゃねえか。とうとう本性を表しやがったな。俺たちがあっさりフューリーを渡すとでも思ったか。冗談じゃねえ、死んでもお断りだね。いい返事だ。これで心置きなく君たちを抹殺できる。あなたお一人で私たち全員と戦うつもりですの？いいえ、今では僕にも仲間がいましてね。僕の理想のために喜んで命を捧げてくれる忠実な部下たちですよ。全体突入。こいつらドルファの連中やなんか。しかもな、かなりの手だれぞろ。油断できぬぞ。てめえ、いつからドルファの手先になりやがったんだ。失礼な言い方はやめてほしいな。僕は人の下につくのは好きじゃない。僕が彼らを率いているのさ。戦闘用意。目前の敵を全て抹殺しなさい。一人も逃してはいけません。へっ、そいつはこっちのセリフだぜ。杂鱼吗？油断なさらない。果然是杂鱼。而且不是房间里面吗？怎么瞬间变野外啦。不管，杂鱼再多都是杂鱼。逃がしません。行け。計らせてもらおう。アタックエフェクト、エクストラショット。さあ。お、好会晃，好会晃啊！行ける。那个穿泳装看更明显的，浪子高武安。アタックエフェクト。他那个兔耳朵好像双马尾哦。お願い、まずはフィーに出番。アタックエフェクト、ワクシングクレセント、スラッシュ、ヌーン。はっ、計らせてもらおう。可恶，我吉祥物被揍了，居然敢揍我的吉祥物。まだまだ行くぞ。そらそらそら。哎呀，吉祥物你怎么这么弱啊？やりすぎました。攻击力好低哦，我有没有看错？刚刚用了哪招啦？啊，算了算了，我也忘记了。奇怪，我记得我吉祥物没这么弱的啊，怎么现在变成这样啊？もっと強くならなければ。
よりお魂は剣と等しい。どうだ、思い知ったか。これに懲りたら二度と俺たちの前に現れるんじゃねえ。悪いがそうはいかないな。世界を救うためだ。僕はこれぐらいで諦めるつもりはない。世界を救う？どういう意味よ。それは彼女に聞くことだね。提亚吗？我记得在第一轮的时候，他好像很喜欢提亚，对不对？虽然不知道原因。彼女に聞けってティアラのこと？どうしてティアラに？哼，あんなクソ野郎の言うことをいちいち真に受けてられるかよ。ほっとけほっとけ。これはシャルマン殿、ご無事のご帰還で。しくじったみたいですね、シャルマンさん。そのような不手際、このドルファで許されると思って？誰が許さないのですか？誰を許し、誰を許さないか決めるのはトップであるこの僕です。違いますか、バーナード？そうやりません。ですが。彼らの力量は分かりました。この次は間違いなくあの娘を捕らえることができるでしょう。必ずやお願いいたします、シャルマン殿。ええ、分かっています。重大な秘密を教えてくれたあなたに報いるためにも。なんて人、あのような自分勝手、お許しになるのですか、バーナード補佐官。依照这个情势，我在猜会不会玛丽安娜也可以变成我们的后宫之一呢？彼の力は今のドルファに必要だ。それ以上の貢献ができるというのなら、実力で示すことだな。いや、全くその通りで。実力でですか？ええ、いいですとも。証明してやりましょう。ドルファの連中、もう手段を選ばんようになってきてるみたいだな。ここにまで襲撃してくるぐらいやし。これからは一秒たりとも油断はできぬな。ったく迷惑なこった。おちおち料理もしてられねえ。ああ、まったくだ。そろそろ本気出すとするか。女神復活の儀式ってやつに取り掛かろうぜ。フューリーの数はもう十分なのですか？うん、そうだけど、集めたフューリーを儀式に使うためにはフェイスドロップってのが必要なのよ。そうでしょ、ファング？そうだったっけか。だったらグズグズしてられねえ。とっととそいつをもらいに行くとするか。ってまるで場所が分かっとるみたいな言い方やな。ああ任せとけ、俺様は天才だからな。それ理由になってないと思うけど。いいから黙ってついてくればいいんだよ。まったく、ファングは何を考えているのか分からぬ。今日この時間この場所へ絶対に行けと言われたが、あれはどういう意味だったのだ。やめてください。妹妹君吗？この声は、いや、果然是妹妹。だだこねてんじゃねえよ、お嬢ちゃん。そうそう、黙って俺らの言う通りにしな。じゃないと痛い目に遭っちゃうよ。そんなの嫌だろ。やめて、マルク。エミ、貴様ら何をしている。殺してやりたいところだが見逃してやる。剣の錆にするのも惜しい。早く失せろ。クソ、覚えとれよ。お兄ちゃん。エミリ、まさかファングはここでエミリに会えると分かっていてあのようなことを言ったのか。お兄ちゃん、会いたかった、会いたかったよ。エミリ、すまない、辛い思いをさせて。しかしなぜこんなところに。ドルファから連絡があったの。お仕事中にお兄ちゃんが行方不明になったって。もし私のところに来ることがあれば連絡してほしいって言われたわ。でも待っていても帰ってこないと思ったから自分で探しに来たの。そうか、ドルファが。ねえお兄ちゃん、一緒に帰ろう。また一緒に暮らして一緒に桜を見ようよ。すまない、
エミリー、私にはなさねばならぬことがある。まだ帰ることはできない。ドルファのお仕事じゃないのよね。ああ、ドルファとは縁を切った。いいかエミリー、ドルファには気をつけろ。あの会社は危険だ。でもお兄ちゃんが行方不明になってお見舞い金をたくさんくれたのに。奴らの施しは受けたくないが、エミリの生活を考えるとありがたい。腐っても善良な大企業という対面は保ってくれたか。お兄ちゃん？いや、こちらの話だ。とにかく私はまだ帰ることができない。お前一人で帰るんだ。まだってことはそのうち帰れるのよね。ああ、きっとな。わかった、待ってる。だからお兄ちゃん、このお守りを受け取って。こんなものはいらないなんて言わせない。今度こそ受け取ってくれるまで帰らないから。仕方がない。お前の頑固さは誰に似たのだろうな。自分ではお兄ちゃんにそっくりだと思うけど。頑固はお互い様か。道中気をつけて帰るのだぞ。さっきのような輩が他にもいるだろう。大丈夫よ、護身用のドルファ社特製ハバネロスプレーを持っているから。さっきの人たちにももう少しでお見舞いしてやろうと思っていたの。そうか、それは頼もしい。じゃあ私行くわ。お兄ちゃんも必ず無事に帰ってきてね。ああ、約束する。依照这个情势看来，我该不会是快玩到结局了吧。お湯を入れて3時間のカップ麺、意外に売れてるらしいわよ。あんなもんが売れるのか。世の中物好きが多いな。3時間シリーズって銘打って他にも発売するんだって。第2弾は溶けるまで常温で3時間待たないと硬くて食べられないアイスクリームだよ。ある意味すごいけど意味ないだろそれ。ドルファってこんなふざけた商品を出してもちゃんと売り上げ出してるのよね。そのあたりは企業として素直に尊敬するわ。きっと給料もいいんだぜ。羨ましいこった。それがそうでもないんやで。うわ、びっくりした。なんだよそのおどろおどろしい声は。さすがにドルファ幹部ともなれば高給取りだが、代わりに残業も危険も気苦労も多い。わいはバイトやったんやけど時給安いね。最低賃金でこき使われるんや。それでよくあんな仕事してられたな。正社員への道をちらつかされて。生々しい話ね。アポローネス、お前もよくそんなのでドルファに忠誠誓ってられたな。妹の生活のために。お前自分の身内はこの剣のみとか言ってたじゃねえか。そうでも己に言い聞かせなければ、あの待遇で忠誠など誓えはしない。そんな理由であんな堅くなだったのかよ。融通が効かないにも程があるぜ。幹部も辛かったんや。でもまあ今も馬車馬のように働いとる連中に比べるとワイらはラッキーやったで。ファングの旦那に再就職できたんやからな。ファングに再就職ってなんか誤解を呼びそうな響きがあるわね。何が誤解なんや。ワイらはただファングの旦那に惚れ込んで。ここさらに誤解を深めるようにしか聞こえないわ。とにかくドルファはブラックなことに手を出してる上に社員の扱いもひどいってわけだ。これが本当のブラック企業だな。うわ、何よそのオチ。好了，今天时间差不多了，下午2:22。剩下的我们下次再玩吧。下次实况估计是下个礼拜的六日吧。好了，那我们下次实况再见了，大家拜拜。